桂必勝本の久保田咲です。この番組はですね、バーサスということで対戦相手となるホールさんでガチで立ち回って勝利を目指す超正統派攻略番組となっております。でですね、今回対戦相手となっていただくホールさんは三重県鈴鹿市にありますキング観光鈴鹿インター店さんです。はい、ということでですね、今回のホールさんは携帯サイトでデータが見れるようになっておりまして、で、まあ一応私なりに狙い台を絞ってまいりました。と言いましても、まあ私過去4回バーサス出させていただいてるんですけれども、まあでも勝率はいいので、今日こそね、ちょっとね、好きな台でガチ立ち回って勝つっていうのをね、やりたいなと思ってるんですよ。ちょっと番組の趣旨とはずれてしまうかもしれませんが、私なりに勝ちを目指して頑張りたいと思いますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回のホールさんは並び順なのでね、多分私の狙い台は前の方に並べば取れると思いますので、頑張って勝ちを目指したいと思います。ということで行ってきます。2台あるんですよね、確か。こっちがどっちの方だ。あ、これはこっちが出てる方のやつか。もう1台どこにあるんや。向こうの角か。取られとった。あっちが昨日へこみ台なんですよ。で、こっちはずっと出てる台で、ただじゃ本当は向こうが良かったけど、まあいいや。こっちで頑張ります。はいはい、ということで無事狙い台エウレカエを取れましたので、頑張って打っていきたいと思います。ラックンしない。でも昨日設定変更をとか言ってたらね、チャンスめきました。はい。でもすぐ発展したのでちょっと微妙かなと。はい、ダメ。まあできるだけ状態を上げて CZ 広角に入れたいっていう感じですね。で、まあ高設定の方が、あ、今あれ出ましたね、プレミア当たった。エイリアンが出た。これ多分ボーナス、このチャンス目、ジャックチャンス目でボーナスが当たったんだと思います。白白青。はい、異色ビッグです。ボーナス中はですね、押し順ベルが成立することがあって、押し順ベルに正解すると、チャンスゾーンの抽選が行われますが、まだ押し順ベル引けてないんですよね。しかも1回も押し順ベル引けんやったやん私。はい、なんと一度も押し順ベルが引けなかったため、CZ 抽選はされておりません。押し順ベルでは。まだ全然回してないんですけど、なんかなんですかね、CZ に入る気配が全くないっていうのと、まあその昨日出てない台なわけじゃないですか。で、まあ一応ゲーム数回ってるから、もしかしたら不発だっただけかなっていうので打ってるんですけど、まあ、もちろん低設定ってただ回されただけっていう可能性もあるので、あんまり深追いするのは良くないと思いますので、ということでちょっと台見に行きます。オキドキ前立腺ですね。これ打つ41で当たって227ヤメ。このオキドキに移動したいと思います。はい、ということでですね、オキドキに移動してまいりました。
応朝一41ゲームでビッグ当たって127ゲームでやめられてる台です。まあ全体的に見た感じチャンスボードっぽいとこ行ってる台も多いので、まあ、前立だということにして打って頑張って打っていきたいと思います。ボロ負けしたらもうそれは仕方ない。はい、頑張ります。一応私オキドキは朝一50ゲーム以内、まあ、100ゲーム以内でも場合によっては行くときはありますけど、基本は朝一50ゲーム以内に当たってて、他の台 全体的に3分の1以上、まあ、40台あったとしたらその3分の1の台が早い初当たりから連チャンしてるとか確認できれば、まあ、全リセット仮定して通常便狙いをするようにしています。で、まあ、今日のホールさんはその条件に合ってるので打ってます。一応ちゃんとやってます、これは。なのであとは結果になってくれればいいんですが、どうでしょうね。オキドキの B 狙いで怖いのは初当たりが引けないことなんですよね。別にただ打ってるだけならね、まだしもね、動画でこれなるときついんだよな、喋ることがない。何喋ろうかな。なんかこの間もなんかねめっちゃやらかしたんですよ。超ハマったかなんかすごい何も起きなかったんですけど、この間はなんか次の日スノボに行く約束をしてて、明日スノボ行くんですとか言ってたらフリーズしたんです。だから関係ない話をするといいのかもしれないですね。あ、そのスノボの話の続きにします。ウェア新しいの買ったんですよで、スノボ行ったんですよで、この前にオキドキ打った収録からここまでの間に2回行ったんです、スノボで。1回目はバスで行ったのかな、で2回目は車で行ったんですけど、2回目行った時東京は全然晴れてたんですけど、群馬ぐらいまで行くとすごい雪降ってきて、なんか通行止めみたいな感じになって、もう最悪やん。もう最近負けてばっかりなんだよな。今日勝ちたかったんだけどな。96 97 98、ここでチェリー99。はい、お待たせいたしました、天井でございます。999。はい、次光りますので、はい、もう長かった、投資が置きどきは3万6000です。いきます。光らんのかい、ペナルティしたな誰か。隣のおじちゃん押す位置で誓ったし、どういうこと。はいはい、当たった当たった、1006、ペナルティ1回ですね。まあ、仮に上がらずにまた通常日にいるとしても、早く当てれれば別にいいんですけど、当たんなかったらねまた5万ぐらいかかるってことだからね。さすがにそんなお金持ってねえぞ。はい、上がっててくれないかな。これ絶対上がってないやつやな。31 32。はい、ダメ。はい、ということで32ゲーム抜けてしまったんですけれども、まあここでやめるのはね違うのは私も分かっておりますので、これでまくれたらすごいと思いません？これでまくれたらすごいと思いません？オキドキ、オキドキってやっぱ B 狙い期待値あるんだなみたいな感じになるかもしれないので頑張ります。
かしてこの台は。でもなんか私今まですごくオキドキをたくさん打ってきて本当に思うんですよ、こういう感じの台って本当にいつまでたっても天国が上がらないんでまあでもそういうのも含めて打つことで、まあ、期待値があるっていう話なんですよね。だからまあ一回天国に上がってくれさえすればもしかしたらまくれるかもしれないし、まあ時々2時間ぐらいあれば、2時間3時間あれば3000枚ぐらい出ますからね。あー僕言ってたら光った、よかった負けー、はい。あ上がってたのかな、じゃあ。はい。はい、1ゲームピックでーす。はい、これで落ちたらマジで泣く。あーめっちゃやばい気がする。よかったー、いいですよ化けでも。15レグ、さっき高速点滅でした、よかったー。私ちゃんと見てなかったんでちょっと、はい終了です。まあ、さっき高速点滅だったかどうかはこれで32ゲーム以内に当たるか当たらないかで分かるんですけどね。もうなんか天井行った日って天国上がってもあれなんですよね、光る気がしないあー30 31 32、はい高速点滅じゃない、はいやめます。フランキーでも打つ、もう私あんまり詳しくないんですけど、もうちょっと6万も負けてるんで許していただいていいですかフランキー打とう。はいということでフランキー打ちます。合算104分の1です。まあ、2000も回ってないんですけど、さあ当たった、はい338レギュラーです。データ見た感じだと結構5000とか、まあ、多いので8000ゲームぐらい回ってる台がいろいろあったので、なんか結構使ってるのかなと思ってたんですけど、まあ、とりあえずお客さんは多いみたいですね。でまあそのやめた後もすぐ違うお客さんが座って回してる感じなので、まあ、ゲーム数が多い台がたくさんあるのは、まあ、そういうことなんだろうなと。キング観光さんは他の店舗さんにも私行って収録させていただいたことあるんですけど、
まあ、そこも絆オキドキだったんで、でここも多分オキドキは2セットかかってたし、2セット前理性は今日は間違いなかったと思います。で、あのオキドキは前理性で、バラエティはリセットしてない台結構あったかなっていう感じですね。バジュ3、なんか遊びに来てくれた方がバジュ3打ってるんですけど、バジュ3も据え置きっぽかったよって言ってました。でなんかまあ昨日据え置きっぽいから昨日出てた台に座ったみたいで、でまあそこそこいい感じって言ってたので、まあそんな感じなのかな。時々とかまあ強い強いというか力入れてる騎士はリセットかけるけどみたいな、かけない騎士もあるって感じなのかなって思いました。あ、当たったやん。外れて、よし、青だった。274です。メダルできて、もうツイートしたくないんです。なんかさ、当たってそうですよね。当たってないのかな。当たってなかったらごめんなさい。当たってた、やっぱり22です。22赤7。メダルですよこれ。はい、やった、当たってた。まあレギュラーですけど、42ゲーム。今日501枚の、カウンターが501になった。もう今日280枚くらいが最高なんで、これ当たりよ、ね、だですよね。よかった、11ゲーム。はい、順調に増えております。はい、初めて箱を使いました。はい。さあ、まあちょっとだけ取り返せたのでね、よかったよかったと。そうですね、まあ、アクロス系はわりかし悪くないんじゃないかなっていう感じで、まあカードが強い感じがする。これはでも多分一撃じゃないから絶対入ってるんですかね、オキドキは。まあでも
今日は仕方ない、だって線ハマったんだもん、キドキでっていう感じなので、まあ盛り上がってるホールさんなので、まあ、もし次来ることがあれば角のあのエウレカに絶対座る、うん、はい、そんな感じですね。実戦終了です、お疲れ様です。はい、結果言いますね。はい投資68,000円、3400枚ですね。で回収が813枚でマイナス2587枚なっております。実戦は散々でしたが、まあ、散々だったって言っても、お気どきのね、あのあれがなければね、まあ、まだマシだったんじゃないかなと思うので、立ち回りは頑張ったと思うんですけど、どうですかね。はい、まあいいやでですね、一個だけいいことがありましてですね、遊びに来てくれてた読者さんが絆で六角を出したそうです。で、ここのホールさん前後1時間長いんですよ。東京とかよりもオープンも早いし終わる時間も遅いっていうので、まあ営業時間が長いにもかかわらず絆にね、こう設定ロックを使ってるっていうのが分かったので、もいいお店だったんだなと、まあ私は負けてしまいましたが、私が負けた分読者さんが勝ってくれたらいいなと思いますということでですね、今回もまた負けてしまいましたが、次こそは勝てるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました。